ラホールは、パキスタン北部のパンジャーブ地方、ラービ側の岸辺に位置するインドとの国境付近にある都市。ラーホールとも呼ばれる。面積1772キロ平方メートル。2016年の都市圏人口では1035万人である。パキスタンでは、カラチに次ぐ人口規模を持つ第二の都市であり、南アジア有数のメガシティである。 ムガル帝国の首都など豊かな歴史を誇り、ムガル帝国時代や植民地時代の建築物が保存されている。ムガル帝国時代の建築物には、バードシャーヒーモスクやラホール城、シャーラマール庭園、ジャハーンギールとそのヒヌール、ジャハーンの病などがあり、観光地となっている。英国によって建設された植民地時代の建築物である、ラホール高等裁判所、 中央郵便局、またそれ以前から残る多くの大学も、ムガルゴシックスタイルを残している。インドのプールナスワラージやパキスタンの分離独立が、決定された重要な場所でもある。パンジャーブ語が、ラホールでは、最も広範に話される言語であるが、ウルドゥー語や、英語も、特に若い世代には普通に用いられる。ラホールのパンジャーブ語シ者は、特に、 ガホーリー・パンジャービーとして知られ、ウルドゥー語で話していてもパンジャーブ語が混じったような、根性的口語を話すのが特徴的である。ケッペンの気候区分では、ステップ気候に属す。11世紀にガズニアサに征服され、そのガズニアサが1150年にゴールアサにカンダハール付近の戦いで敗れて、首都ガズニを占領されるとこの町に遷拠した。しかし、 1186年にガズニアサはついにゴールアサに滅ぼされた。1241年にモンゴル軍によって破壊され、略奪を受け、1398年にもティムールによって再び破壊された。ムガル帝国の第三大皇帝アクバルによって現在のラホール城が建設された。ラホール城はアクバルの後継者のムガル皇帝たちによって増築された。 うち、四十八の間と呼ばれる、リーワーネ・アームは、五代皇帝シャージャ・ハーンによって、築かれたもので、歴代のムガル皇帝が、新民の排越を受け、彼らの誓願を聞いたり、訴訟の解決に当たったりしたという。また、シャージャ・ハーン帝は、1642年に、シャーラマール庭園を築いた。現在は、市内に組み込まれているが、当時は、 市街から8キロメートルほど郊外にあったという。クルワーンが描く天井の楽園の現世における実現を意識して造営されたという。1673年にはアウラングゼーブによってバードシャーヒーモスクが築かれた。これはラホールのジャーミーマスジドとして作られたものでインドア大陸の四大モスクの一つと言われる。ラホール城とシャーラマール庭園は 1981年にユネスコの世界遺産に登録されている。かつて、ムガル帝国の首都であったこともあり、数多くの文化遺産が残されている。